アプリリア RSV4 アプリリアとは、イタリアのオートバイメーカーである。第二次世界大戦直後自転車生産を開始し、成功を収めた。1968年に創業者であるバリーアルベルト・ベッジオから、息子のイバノ・ベッジオが経営を引き継ぐ。イバノは、エンジニアの協力を得て、モペットを製作し、その後は1974年に、本格的なモトクロッサーを製作。 モトクロス世界選手権シリーズに全日本、モトクロスチャンピオンの鈴木虎尾選手を用し参戦。1977年には、レプリカモデルを発売し、成功を収める。1980年代初頭には既存のモペット、モトクロッサーという車種、会社のイメージにこだわることなくエンデューロ、トライアル、オンロードモデルを意欲的に製作し販売する。 マックスビアジー2 0 1 0スーパーバイクレース活動を積極的に行う姿勢は、ブランドの知名度を広げるだけではなく、レースから得たデータを市販車に活かすという方針からで、あり、斬新で独特な車体構成により勝敗器量、ロードレースで圧倒的な速さを誇り、後のロードレース界に影響を与えた。しかし、設立当時のアプリリアの特徴であった。 オフロードバイクは1980年代から現在に至るまでのロードレースにおける数々の素晴らしい成績とともに影が薄くなる。1990年代に入るとスクーターなどの実用的なバイクの生産にも参入し元グッズ、ラベルだなどを買収するがその後の経営戦略の失敗、事業拡大、レース活動の資金の膨張により 財政難に陥り2004年8月同業のピアジオ参加に入った。基本的には、車体とエンジンを一体で開発、販売する会社であるが、RS250 では鈴木から RGV ガンマ用のエンジン提供を受けていた。また現在も継続使用されている 1000cc の部位に、エンジンについては、ロータックスが開発したものである。1990年代に、 原田哲也や坂田和人がロードレース世界選手権に参戦するなど、モータースポーツでの活躍もあり、日本ではイタリア車として、ルカティ、ビモータと並び知名度の高いブランドである。2005年4月13日には、BMW との業務提携が締結された、RS250 レーサーレプリカ、スーパースポーツロードレーサースポーツバイクスポーツツアラー。 ネイキッドデュアルパーパスオフロードモタードアメリカンクルーザー SR50 スクーターありがとうございます